Thank you.
ネイティブさんでございます。どうもありがとうございます。本田大先生、どうも、いいじゃないですか。そのえなんか聞きたいことがある、あんまりこういう機会ないと思いますが、ありましたらですけど、ぜひともおっしゃって、大事で聞きますか。ございませんか。女性関係。ああ、女性関係。男性関係。男性関係もあります。どうぞこれ持つね。関係の話あんまりしてる。うちに電話した話が出ておりますけど。とりあえずゆうちゃんから行く。まあまあ、だからせっかくでございますね。どうですか。最近どうですか、男性関係の方は。非常にうまくいってますね。体の調子はどうですかね。年末に向かって、あ、すいません、マイクこう、されて、音が入らないように。あんまり歌ったことないでしょ。何をうろうろして、何を、別にその、ね、梨本じゃないんですか、私はもういろいろして。ネイティブさん結成、今年はしかしすごい活躍しましたね。大活躍で。どうしたなんか。俺は喋るのもダメだからさ。そんなことないでしょ。お酒飲んだらあれだけベラ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 喋ってたのに。昔のエレバランスとか今日は一つやってないです。最近面白かったことなんかないですか。福岡行ってなんか盛り上がったじゃん。話ありますかね。この間ね、焼酎飲んで、お尻をなんか気にしてますけど。そろそろ男欲しいのか。モロキューが好きなの。タオさんも浮気しちゃダメよ。やばいこと言ってる人もいるんですよ。関係あるんですか。全然ないでしょね。どうもあんまり喋らないようでございましてですね、放送の方もあんま面白くなくなってくるんじゃないかと。早めにこういう人は切り上げた方が得だ。突っ込めば突っ込むほど泥沼に落ちるようでございますが。広橋先生、どうも相変わらずでございまして、ちょっとお話しさせてください。久しぶりでございます、ジャズマンっていうのはあんまり喋る人は少ないんだよね。そうですね。乾さんぐらいのもんで喋るのはね。こんばんはかなんか言う人なんでございますけど、どうですか。女の方も会長で。いや別に、いやこの中で一番スケベなのは誰かね。そりゃ決まってんでしょ。誰です。いやみんなそうだけどさ。俺を除いて他はみんなもう大変だもん。一番真面目なのはあのベースの川端民生氏だという話でございます。いや僕と争ってますね。争ってる。じゃ相当際どい。相当際どい。もう競ってますね。競ってる、地方一帯なんかしてもすごい。もうすごいですね。もうトルコバチバチ。なんだなんだよ。えいやもうすぐもうあれホテルへ帰ってさ、読書だろ。読書読書書き物すごいね。何書いてんだ。いやいや何書いてんだ。そういう意味で言ったわけだから。ますます好調で、ドラム手はもうよく動きますね。相変わらず口の方もちょっと動かしていただきたいじゃないですか。ヒゲは剃る予定ないですか。えヒゲはここそこ。これはないですね。ここってまた下の方はヒゲとは言わないでしょ。あれはあれはバーケーなんて。あっちは剃ってんだけどさ。あ下の方剃ってんの。変わった。そう整えて三つ組みしたいなんかして遊んでるわけで、タモリさんにジラミケ映されたからさ。ケジラミ俺はケジラミはないですよ。ケジラミはないけどもね。あの時に悪かったねって。どうもありがとうございます。結構乗せるとね喋るんだ。あんまり乗ってない今日は。乗ってる。気持ち悪くなってたよ。だんだんともう肉体を上げなきゃいけないって感じなんですよね。最近私もやってませんで。脱光気味でございましてね。ダメだ後ろが触っちゃう。ダメだよ。もう後ろが触ってんだもん。本当に佐野自慢袋自慢でいきたいと思いますけどもですね。とにかくこっちの峰康介大先生、どうもこの人が寡黙な人でございまして絶対喋らない。もうねネイティブさんのコンサートで喋れませんからね。ジャズマンって大体喋らないでしょ。ね、またジャズマンがペラペラ喋ったらおかしなもんでございますけどね。曲に行った時なんかお笑いみたいな見込み食わんのになります。なんとかしてしか喋らせてみたいってのはあるんですね、私ね。みね、ね、あ、今村大先生、あなたはほっといても喋る人なんでございます。どうもどうも。どうも、しばらくだ。しばらくだ。照れておりますけどね、18歳の少女みたいな感じでございます。どうですか、最近。なんか喋っていただきます。喋ってる。ステージでも当然喋らないでしょ。ねえ。ねえ、結構喜んでる感じだよ。なんか喋ってない。まあ、何をしだから。全然喋るダメ。サックス一本で。そうです。
あいうえお。あいうえお。それで会話しましょうか。かけくこ。まあまあまあ、これ全然喋りませんけど。民生大先生。どうも。お嬢ひげの民生の。ガトービバレリーみたいな顔になってます、最近は。どうも、会長でございましてね。忙しかったでしょ、今年は。ええ、まあ。ねえ。もう何年ぐらいなんですかね、これ入りまして。ネイティブさん結成して。2年？ 2 年ぐらいですか。2年ぐらいですね。創立当初から大変なことでございましたね。それでございましてですね、ギターのお兄さん、私初めてのことだった。初めまして、どうも。どうも。お名前どうぞ、一つ教えていただきたいと思います。大出って言います。え？大出って言います。あ、かっこいい声ですね。大出って言いますってね。耳元でささやかれるとね、ケツの部分全部立っちゃうような感じだな。そうです。もうちょっとその声を聞かせてね。こんばんは、大出って言いますって、ね、ソフトで。だんだん小さな声が鳴ってるんですけどですね、相変わらず喋、うん、らないようでございますけどね。いつもあの調子でここで飲んでんの焼酎。すごいな、あれは。今コップのおかわりの方が言っております。聞いたのか、あれなんだよな、ヤンピーターよ、あれヤンピーターマイクの方向マシマシになってたらやがって。さて、そろそろスタンバイまで来たございますね。再びネイティブさんの演奏に行ってみたいと思います。何笑った、そうそう、オールナイトです。オールナイトでワット行く、オールナイトで行く、どんちゃん詐欺ムードで、よーし、行きましょう行きましょう。酒飲めなかったから何かやろうかな、じゃあリクエストに。やれ、待ってました。仕事辞めて飲もうよっていう人おります。タモちゃんボーカル聞かせて。まったいらに。何ですか、元に戻ればっつって。別に一応仕事なんで、一応は仕事なんだ俺だって。やっぱり昔はほとんど仕事関係なかったけど。さて、そろそろスタンバイの了承なんですか。だんだんとカウントでいってみましょう。ネイティブさんです、拍手どうぞ。
まして、どんちゃん騒ぎムードが展開されております新宿の J からお送りします、タモリのオールナイトニッポンでございます。会場はですね、相当もう熱狂いましてですね、もう超満員以上に膨れ上がってまして、みんな驚き出しておりますが、私はその中ではちょっとでもまあスペースの関係上、音の関係上喋ることはできませんで、今中継車の中に参っておりましてですね、こちらの方はモニタースピーカーを通しましてよく聞こえるのでございますが、しかしもう2時40分になろうというのは新宿の街、ほとんどこちらの方は人通りございませんで、中継車から派手な音だけが聞こえてるという感じでございますけどもね。さてこの後半ですね、乗りまくっております会場でございますが、演奏の方皆さん方も相当乗ってると思いますので続けていきたいと思います。ネイティブさんですよ。Thank you.
のジャズクロ J からお送りいたします、オールナイトニッポンでございまして、今演奏の方もなかなかですねシビアな曲に迫っておりますが、いい音してますねこのキーボードはね、本出しでございますが、いやもう本当は先ほど飲まされました焼酎が今ぐわーっと効いておりましてですね、ボワーンボワンとして本当にいい気持ちなんですね。私は今外の方に出まして中継車の中で喋っておりまして、中ではとても喋る雰囲気でございますね、乗りまくっておりまして、本出しも相当なもんでございます。しかし今年最後のオールナイトニッポンになってしまいましたですね、もう1年振り返ればあっという間でございましてね、この前 J でやったのが9月だっけ、あれはね9月でございまして、もうあれから10、11、12、3ヶ月ぐらい過ぎておりましてね、はい、本田さんいろいろございまして今年1年皆様方と応援ですね、本当にありがとうございました、楽しい思い出たくさんございまして、いよいよもうあと何日で、80年代に突入するわけでございます、80年入っても何ら変わるとかないと思いますので、一つ皆さん今後ともよろしくですね、オールナイトニッポンをお願いしたいと思いますけどもですね、私もですね来年になりましたらいろいろですね計画もあります、またオールナイトニッポンでその音もですね、発表いたしてですね、また実り多い年にしたいと思いますので、一つ皆さん方もよろしくお願いしたいと思います。それからですね J からのプレゼントでございますが、J の招待券お食事券でですね3000円でございますね、これを10名様にプレゼントいたします。新宿厚生年金長くでございます、ジャズクラブ J の食事券3000円を10名様にプレゼントいたしたいと思います。ご希望の方は郵便番号100番東京都千代田区有楽町日本放送オールナイトニッポン木曜日タモリの、お食事券 J お食事券希望と書いておはがきで申し込んでいただきますと10名様に、抽選でプレゼントさせていただきますね。しかしもう時間もあっという間に過ぎましたよね、もうやってる早いもんでございますね。この番組もですね、タコタクシーがいろいろ探してきまして、いいバンドなんかをどんどん紹介しようということで、今週はこの年の最後でもございますし、ネイティブさん、もう今年1年相当活躍した、ジャズの風味とも言うべきネイティブさんでございまして、これを大々的にフィーチャーいたしまして盛り上がるだおるというわけでございましてですね、演奏の方は相当まだ続きでございますからですね、番組の方だんだんと時間がなくなってきたようでございましてですね、このままどこまで行くかしません、明け方までやるんじゃないかって話もございますけどもですね、ひとまず放送の方はお別れというふうになりますけどもですね、どうですか皆さん方、来年の突発は2日になるわけでございますかね、え正月の2日でございますね、2日の深夜にまたお会いすることになると思います。一つ今年本当に大変ありがとうございました、来年もですねわーっと盛り上がっていきたいと思いますので、よろしくご支援ご指導のほどお願いしたいと思いますよ。そういう形で時間も本当にないんですか、だんだんと迫ってましたね。この番組は北日本食品、東芝 EMI、 日清製粉、鈴木自動車、キャニオンレコード、フォーライフレコード、森平楽器、日本コロンビア、日本コロンビアか、CBS ソニー、DVD フジモン、H クレコード、SB 食品、東方東亜の提供でお送りいたしました。演奏が続いておりますですね、このままですね、最後まで時間の許す限り演奏を聴いていただきたいと思います。それでは皆さん方、良いお年を、また来年お耳にかかりましょう。それでは、あなたと共に今年最後のキスでございますね。あなたはラジオのスピーカーにございます。私はマイクに向かっていい曲が流れてますね。これでキスで締めたいと思います。今年ですね、どうもありがとうね。来年も。
相当乗ってきておりましてですね、もうどんちゃん騒ぎになってますよ。どうもありがとうございます。それではございましてですね、今週のオールナイトニッポンは J から生中継でネイティブさんでございましてですね、大丈夫、相当大丈夫、さっきの焼酎待つよ、だんだんと俺も何本番だろ。何を言ったの、今のリハーサル、音合わせ、これから本番、かなり乗ってきてる。ようやく調子が出てきたっていう感じで言っておりますけどもですね、いやいや、もうそんなことなして、今週はですね、大変な盛り上がりでございまして、皆さんともどうもありがとうございました。おかげさまでですね、今年最後のオールナイトニッポンどんちゃん騒ぎでですね、ありがとうございました。どうもありがとうございました。一つ来年もですね、よろしくお願いしたいと思います。ありがとうございました。どうもありがとうございました。